こんにちは、みやこです。9月頃に博多に行った様子をね、一本立ち洗いの動画ですでに出したんですけれども、その旅行の際にね、1日だけちょっと熊本に寄りまして、熊本城見てまいりました。その様子を動画にしたので、ぜひ見てくださると嬉しいです。博多から熊本までは新幹線を使いました。それでね、新幹線のツバメに乗ったんですが、すげえね、すげえ豪華な新幹線って感じで楽しかったです。そしてコメントでいただいていた白いのパンをね、購入いたしまして、いやー、めっちゃ美味しかった。中に練乳が入っててね、このパンの硬さもちょうど良くてですね、すんげーうまかったです。もう一個のね、もっちりクリームチーズの方も美味しかった。他にもいろいろ種類あったので、いっぱい食べたいなって思いました。そして熊本といえばくまモンですよね。どれだけくまモンいるのかなって思っていたら、わもうエスカレーター降りた目の前にでっかい頭だけのくまモンいて、くまモンタウン来たーって思いました。超かわいいね。もう大興奮して写真撮って、さあ次のところ行こうって思ったら、この後至る所にくまモンを発見してしまいましてですね、もう見るたびに大興奮です。ドキドキが止まりませんでしたということで、熊本駅から熊本城までは路面電車を使ってね、移動しました。そして熊本城の付近まで行くと、まず清正公がお出迎えしてくださいましたね。帽子にさ、なんか耳みたいなのがくっついていて、ごめんなさい、失礼なんですけど、あ、くまモンみたいって思ってしまいました。そんでそんで、この石垣のでかさとこの反りの強さ、えぐくないですか。こんなん攻める気失せますよねっていう感じですよね。石垣もすごいんですけど、この長塀と呼ばれる長い塀もあって、こちら全長242メートルもあるんですよ。長いですね。いや、私ね、彦根城に申し訳ないなと思っているんですよ。あの時の私はね、お城の知識が皆無だったので、あんな風に作ってしまったんですが、こうして熊本城の見学をしている最中から、ああ、もっと彦根城についても歴史を知ればよかったと痛感しております。今度からね、お城を作る時はお城の歴史まで知らなければならぬと思いました。そして熊本城付近のあちらこちらで、2016年4月14日と16日にね、最大震度7の地震が2度にわたって熊本地方を襲った、この地震の被害っていうのがあってですね、もう何とも言えぬ心が痛くなりましたね。熊本城へ行くまでのルートっていうのは、この新しく多分建設された橋がぬわーって伸びていて、そこをね、通っていくと熊本城に到達するんですけど、その最中でこういうね、今もまだ修復されていない状態が見ることができて、あー、こんなに地震の被害ってでかかったんだなっていうのを間近で見てね、痛感いたしました。これからもね、もうちょくちょくずつ治ってはいるんですが、完璧に治ってね、また立派な熊本城の城の付近とかをね、見せてもらいたいなって思いましたね。外観を被災前の状態に復旧する一方で、制震ダンパーやブレース設置などによる耐震補強を行い、今後のね、来場者のための安全対策や構造補強も取り入れてね、つよつよな熊本城となりました。天守閣の復旧が完了したのが2021年の3月だそうで、今後もね、直すところいっぱいあるかと思いますが、ゆっくりゆっくり強くなっていってほしいなって思います。そしてね、この工事してくださってる皆様もね、とても優しいというか、フレンドリーというか、なんかね、あ、工事してるってじっと見てたら、あっちからね、手振ってくださったりもしてて、あー、なんていい県、熊本県なんだって感じましたね。で、この石垣はいつどこで見ても、わー、すげー急だなって思いますよね。それもそのはず、こちらですね、清正流石垣として名高いそうなんです。この熊本城の石垣、はーって思いましたね。なんだなんだ、なんか暗いところを通っていくぞと思っていましたら、こちら暗がり通路と呼ばれるところなんですね。左右を石垣に挟まれているため、外からの光はほとんど差すことがない、そのことから暗がり通路と呼ばれたそうです。初めて登城する藩士は、この暗がり通路にあるお玄関で出迎えを受けたそうです。やっと熊本城に到着いたしました。うわー、かっこいいですね。てかでかすぎんって思いましたよ。よくこんなお城作ったなーって思いましたよね。で、加藤清正の前にね、実はさっさなりまさっていう人物が、まず豊臣秀吉から肥後一国を与えられたんですよ。で、熊本城に住んでいいから城の改修をしときなさいって命じられたそうなんですね。で、こっからすげえ面白いんですけど、このさっさなりまさの任命から1ヶ月もしないうちに、領内の国衆が検地に反発して一揆を
起こし、秀吉は一揆を生じさせた罪で成政を切腹させてしまいました。1ヶ月しか持たなかったのみたいなさっさ成政どんなことしたんじゃいっていうぐらい、なんかそのそこのね一文がすげえ面白いなって感じてしまいました。でその後そのさっさ成政に代わって大抜擢されたのが加藤清正なんですね。でこの加藤清正っていう人物は今の愛知県に生まれたんですけど、10代の頃から豊臣秀吉に仕えていて、豊臣秀吉もよく知ってたと思うんですが、なぜ一度さっさ成政に渡したんだろうっていう、そこもちょっと疑問で面白いなって思いました。そして加藤清正が元々あった熊本城を石垣造りの城に大改造し、城には天守や櫓御殿が建てられ、同時にこの城下町の整備も進められたそうです。この私たちが見ている熊本城の現在の姿が完成したのは、実は加藤清正の死後なんですよね。清正の死後も石垣の拡張が続けられて、息子忠広の時代にやっと完成されました。いやー、長い時間をかけてこの姿に着々と行ってたんですね。すごいな、時間の流れを感じますよね。でやっとやっと熊本城の中に入るぞっていうところなんですけど、気づいてしまいました。ここのからのアングルめちゃめちゃ玉ひゅんなんですよ。写真だとねすごい分かりづらいんですけど、実際にこの場に立つと玉ひゅんするんですよ。皆さんぜひここで味わってくださいませ。熊本城の入り口は小天守の入り口になります。こちらはね城主の家族などの生活空間としての役割があったと考えられております。でごめんなさい、まだ中に入ってないんですけど、その脇っちょのね防衛能力めちゃめちゃ高いなって思いましたよ。こちら忍び返しと言います。石垣をよじ登ってくる敵を防ぐために先端が尖った鉄串を下向きに打ち付けているんですねめちゃめちゃ怖くね、こんなん行く気失せますわな。まずは小天守の穴蔵から入っていくんですが、ここね魔改造された熊本城っていう感じがバンバンしますよね。次の大きい地震が来ても耐えられるようにこんな感じで強強熊本城となっております。こちらは台所として使われていて、井戸やかまどがあり、籠城にも耐えられる機能を備えていたそうです。そして皆さんこの井戸見てください。今は底が埋まっていて正確な深さは不明なんですが、もう落ちたらやばいことになるのは確かですね。そして穴蔵は地下階になるので上に上がっていきます。エレベーターも設置されていて、バリアフリー化にも取り組んでおられます。そして中に進んでいくと、熊本城の中に熊本城作っちゃったよみたいな、えげつない軸組模型を見ることができます。これすんげーいい、中までちゃんとね作り込まれていて、わーこれ家にあったら超かっこいいじゃんって思いましたね。まあバカでかいんですけどね、すげーかっこよかったです。語彙力なくなりますわこりゃ。この熊本城の大天守は地上6階建ての地下1階付き、そして小天守は地上4階で地下1階の大規模なお城だったんですね。にしてもこの模型よく作ったなーって思いますよね。おいおい触んじゃねーよってヒヤヒヤしたそこの皆さん、安心してくださいませ。実はこの模型はね触ってみようっていうコーナーのやつなので、安心してね熊本城をいっぱい触ることができます。こういう触っていいよコーナーがあるとね、もう隅々まで触りたくなってしまうたちなので、いっぱい触りました。皆さんも熊本城来たらぜひこのミニ熊本城いっぱい触ってみてくださいませ。またもやまたもや模型がありました。こちらはお嬢壇の模型となります。大天守最上階の模型なんですね。天守の中でも最も格式が高い部屋となっており、様々なデザインが取り入れられています。いやーお上品なお部屋ですね。この障子の金ピカ派手さとても素敵です。そしてこの模型の出来の高さにもびっくりですよね。うわーこれプラモデルで再現できたらどれだけ楽しいんだろうなって思ってしまいました。そしてわーこれかわいい、シャチ瓦というやつなんですね。え、シャチだったんだってびっくりしました。あ、そっか、シャチホコってシャチだもんね。あ、そっか、今ごめんなさい独り言です。シャチは想像上の生き物で、頭は竜あるいは虎で、体は魚の形をしており、口から水を吐くため日よけとして屋根に置かれるそうです。あー、そういうこと、そういう理由があったんだってびっくりしました。続いては見てください、この途方もない模型、えぐくないですか。よく作ったなーって、てかこれどうやって作ったんだろうって、そこに関心が寄せられますね。でこれなんじゃやって言いますと、この模型の上にプロジェクションマッピングが展開されていて、うわめっちゃわかりやすってなるんですよね。熊本地震で被災された時
な再現模型もあって、ああこんな感じになってしまったんだって、そういうのをね模型で感じることができました。約6年かけてこの天守閣が復旧されて本当にありがとうございますっていう感じでございます。そして最上階の6階が展望フロアになっていて、熊本城からの景色をずらーって見ることができます。わーめちゃめちゃ眺めいいじゃんって思いましたね。いやー素晴らしい。編集しててねもう一回熊本城行きたいなって思ってしまいました。でこの屋根の上とかにねハトさんがいて、わーわーわーあなたたちいいな、私たち人間はそこには行けないからめちゃめちゃ羨ましいなって思ったりもして、いやーとてものどかというかいい時間の流れだなって思いましたね。なんか6階って言われても6階より上に感じますよね。で眺めているとあー熊本大きい熊本いるかわいい今のこの熊本市街地の原型は昔はまた違った形だったんですよね。っていうのも加藤清正が川をね作り変えてしまったんですよ。っていうとあれですよね、熊本城のすぐ南を蛇行しながら流れていた白川は洪水の恐れがあったため、その白川の流れをまっすぐにする工事を行い、洪水が起こらないようにする対策をされていて、わーすげー町というか土地というか作り直すとこまでやってんだっていう、そこもびっくりいたしました。マジでお城ってさ知れば知るほど面白いなって思ってきて、熊本城の歴史を知るだけでも膨大な資料があるのにさ、もうこりゃ全国のお城知ろうってなったら大変だなって思いましたよ。でもそれぞれにね歴史があるのでいろいろ知ってみたいなって思いましたね。ありがとう熊本城っていうことでございました。熊本城のふもとには城西園っていうすげー素敵な広場というか場所がありましてですね、おお熊本発見しました、食べられる熊本ですよ皆さん、これは買わざるを得ませんでした。だって熊本じゃめちゃめちゃ可愛いと思いましてですね、一口ガブリとても美味しいです。ごめんなさいグロテスクですよね、私は頭からかじりついてしまいました。そしてここには熊本城ミュージアムワクワク座という施設もありまして、中のね展示もとても素晴らしかったです。私はねこのワクワク座と熊本城のセットの入場券があったのでそちらを購入しました。ワクワク座だけの入場券は300円で入ることができます。この中ではねいっぱい楽しめるコーナーがありましてですね、中でも興奮したのがこの石垣をはめられる体験コーナーがあってですね、すげえ面白かった。まずはあの積みと呼ばれる技法からやっていきたいと思います。こちらねあの州と呼ばれる比叡山麓のあのと呼ばれる地域で活躍していた石垣職人の集団の方々がいて、彼らは自然石を加工せずそのまま積み上げる野面積みという技法で石垣を作っていました。このあの州が手掛けた石垣をあの積みと呼ばれるそうです。見た目簡単そうだなって思うでしょ、でも意外と難しかったんですよ。なので組み合わさった時のスッキリ感がエグかったです。続いてこちらは三義積みの体験です。この角地のところね長方体の石の長い辺と短い辺を交互に積み上げた技法であって、このおかげで石垣の重量が分散して安定化につながるそうです。こっちの方がね組み立てやすかったですね。でなるほどな、ああ長い辺と短い辺が交互になる、あそういう感じねっていうのを体感できました。こちらは熊本地震で崩れた元太鼓櫓の石垣の石です。この真ん中にポンポンポンってある穴は岩を割るための矢穴と呼ばれるもので、この穴にね鉄でできた道具を打ち込んで岩を割っていたそうです。続いてこちらも熊本地震で崩れた石垣の中から見つかったんですが、真ん中に人の顔が描かれていますね。いやーとても面白くないですか。そしてこれは当時あれですよね、ちょっと身分の高い方が乗られるあれですよね。わーこれすげー乗り心地良かったよ、めちゃめちゃいい、家に欲しいって思ってしまいました。またもや体験コーナーがあるんですよ、馬に乗れるんですね。わ馬からの景色ってこんな思ったより高くて怖かったです。実際にこの馬さんが動いてるわけでしょ、いやー怖いねこんな感じでワクワク座の方もいっぱい楽しませていただきました。
ました。続いて熊本城の近くにあった熊本城稲荷神社にも立ち寄ってみました。こちらは1588年、加藤清正が肥後の国主として入国するにあたり、熊本城や熊本城周辺の城下町の繁栄を願って建てられた神社だそうです。めちゃめちゃかっこいい御朱印帳をいただきました。ここからはもう熊本城とは全く関係ない番外編ですね。私ね、くまモンビレッジ行きたい行きたいと思っていて、やっと行きました。くまモンだるけでめちゃめちゃ可愛い。表にはね、ちょっと頬のこけたくまモンが立っていて、一緒に写真撮影させていただきました。もう大興奮でございます。あれも欲しいこれも欲しいってなって自分を抑えるのに必死でしたね。で、見つけてしまいました。ハズレなしのぬいぐるみくじ、くまモンのソフトトイだって、こりゃやるしかないじゃんと思ってね、もう狙うは特徴のバカでかいくまモンですよ。くじのやり方がね、こうやって丸いドームの中にいっぱい入ってて掴むんですけど、なかなか捕まえられずにね、ここでかなり苦戦いたしました。絶対特徴当てたいと思っていたのに、当てた当てた、ここ、こちらです。この中からね、私的に顔の好みなくまモンを一ついただきました。で、このね、屋上みたいなところにもくまモンがいたんですよ。これね、実は路面電車で乗ってる時に、なんだあのくまモンはってずっと狙っていたくまモンですね。で、しかも手振ってたの、めちゃめちゃ可愛いですよね。こちらの場所は桜町熊本っていうビルの中に、このでっかいくまモンとくまモンビレッジが入っているんですよ。熊本城からね、歩いていける距離なので、皆さんぜひ行ってみてください。もうくまモンに癒されまくります。この大きいくまモンはね、ちょっと年季が入っているのか上の方白くなっちゃってるんですけど、まあこんなでかいくまモンいたらいいですよね。いいな、私のところにもくまモンいてくれたらいいのにって。こんなね、街の至るところにくまモンがいたから、本当にみんなに愛されているんだなっていうのが伝わってきました。そして熊本といえば馬刺しも有名ですよねっていうことで、ランチでも食べられるね、馬刺しのお店に入り、わーちょっとね、ランチにしては贅沢なんですけど、まあせっかく熊本に来たしということで、馬刺し堪能コースみたいなやつを頼みました。いやー、めちゃめちゃ美味しかった。お刺身にしても焼肉でも美味しかったので、うわ万能だな、馬刺しマジうめーって感じてしまいましたね。で、帰りもね、路面電車を使って熊本駅まで行き、そこからまた博多に戻るっていうルートで帰りました。このね、博多編の動画はあと予定では2本上がる予定なので、皆さんぜひ他のも見てくださると嬉しいです。ちなみに熊本城は9月に行ったんですけど、フォトショップの新機能でね、すごい加工ができるというのを聞いて早速試してしまいました。これね、桜にしたいなって思ってやったらこんな感じになるということで、すごいですよねフォトショップ。ということでお土産紹介の方をさせていただきます。常設展示図録ですね。熊本城、立派な図録があったので買ってしまいました。いずれね、熊本城のプラもあるので、これめちゃめちゃ参考になるんですよ。あと私、熊本城の歴史めちゃめちゃ面白いし、他のお城のね、歴史もすごい知りたくなったと思ったので、今後もね、お城巡りしたいなって思いますよね。あとこちらも写真集ですね。こちらもね、模型制作にすごい役立つのではないかと。今度熊本城作る時のハードルがすごい上がってきたんですが、これを楽しみながらね、作れればいいなって思います。で、あとはこちら、復興熊本城っていうね、シャチホコの、なんかこれ安かったから買っちゃった的なノリで買いました。これがでもなんか机の上になるとさ、ボンって熊本を忘れられない感が出そうな気がします。で、熊本といえば熊モンなんですけど、もう私やばい、惚れました、大好きになりました。くまモンビレッジに行ってきたわけです。ここでくまモングッズを散財してしまいました。まあまずはハンカチですよね。ちょうどいいじゃん、熊本城行ったしくまモンいると思って買ってしまった。かわいい、これ使えるからね。で、あと見てこの小銭入れ、素朴な顔がね、なんとも言えない可愛さを出してますよね。くまモンのグッズね、良心的な値段が多くて、ポン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 気づいたら何千円みたいな感じになっちゃうんですけど、くまモン可愛いからね。皆さんはくまモン好きですかね。私このね、ね、もう何考えてるかわからないこの顔がね、弱い、この顔に弱いんです。日常的でしょ。エコバッグ今使ってるやつがちょっと飽きてきたというか、しなしなになってきたので、どうせなら変えちゃおうと思って変えました。いろんなくまモンがいますよ、かわいい。
身も大するほどの可愛さ。やばい、これ性癖にすごい刺さるんですよ。くまモンにハマって YouTube でくまモンって検索すると、なんか暴れ回る動画集みたいなのがいっぱい出てきて、多分ニュースの切り抜きとかなんですけど、くまモンがさ、このくまモンのままお風呂に入っちゃったり、その一緒に行動してる方たちをぶん殴ったりして、もうそのね、行動がやばい、もう全部ツボなんです。超可愛いんです。こちらもほら、キーホルダー可愛い。お土産コーナー行くとね、この目が縦線のやつとまん丸のやつが2パターンの目が存在してたんですけど、私は断然ね、この目が細いのが好きなんですよ。こっちのがさ、クマっぽいよね。で、あとぬいぐるみ的なのも欲しいなと思って、ここにチェーンがついてたんですけど取っちゃいました。座ることができるんですよ。このさ、キョムの顔超可愛いよね。このね、くまモンビレッジのお店屋さん行ったら、結構ね、出張帰りのサラリーマンの方とかも来ていて、カゴの中にね、くまモンボンボコボンボコ入れてたのあ、だから娘さんとかが好きなのかなと思ってね、微笑ましかったです。ちょっとやばいね、クレシーに次ぐ可愛さかもしれない。くまモンがいるから熊本に住んでみたいなって思っちゃいましたよね。だってさ、熊本のテレビ見てたらさ、くまモンいるわけでしょ。超よくね、そんな毎日癒されんじゃんね。毎日くまモン出てるか全然知らないんですけど、でもね、いいな、こんな愛されキャラが地元にいたら可愛いよなって思いますよね。なんか熊本県民マジ羨ましいです。ということで、最後まで見てくださりありがとうございました。熊本城を見てね、お城作りたいモチベがガンガン上がってきたので、まあ、ちょっとね、来年になっちゃうかもしれないんですが、お城もちゃんと勉強してちゃんと作り込めるようになりたいと思っております。それではまたどこかの動画でお会いしましょう。では。